こんにちは、アレです。今日はですね、じゃん、初めてなんですけど、ひでちゃん風メイクをやってみました。まあ、撮ってるのが5月2日になります。ひでちゃんの命日なんですけど、まあ、ちょっとメイク動画とかいろいろ見てたら、たまたまピンクスパイダーをモチーフに、メイク動画を撮られてる方がいて、あ、なんかモチーフにしようかなって思ったんですけど、気が付いたらこの感じになってました。で、今回はまあ、あくまで風なので、何か新しいアイテム買い足したりとか一切せずに家にあるものだけでやってみました。服とかも結構ちょっと頑張ったんじゃないかなとちょっと時代は多分違うんですけど、まあ、あくまでっぽい感じなんで、まあ、そこはご容赦いただきたいと思います。実はX も長年ファンなんですけど、コスプレはほぼ一回もしたことないですかね。なんか簡単な本当にこういうレベルののはしたことあるかなっていうぐらいで、ちゃんとメイクとかもしたのは初めてかなと思います。まあ本当あくまで参考程度に、何か役立ったらいいなと思いますし、まあ今日まあ、寂しく過ごすよりかはひでちゃんも楽しんでくれるかなと思っています。はい。あとですね、せっかくあんまりX の話をスレブさんとかとすることもあんまりないので、ちょっとアイテム自分をしようかなと思います。じゃーん。これ世に赤缶って呼ばれてるやつなんですけど、これ今若い方がわからないこの8センチ CD ともうボロボロなんですけど、これ種が入ってるんですよね、確か。これまあ私も人からいただいたんですけど、でももうなんだろう、結構タイムリーな時にポンといただいて、でまあそのまま売ったりとか手放すことなくこれは大事に持ってます。もう今多分 YouTube で音源とか聞けると思いますけど、これ結構自慢の一品です。でもう一点がですね、じゃん、これ94年の東京ドームの際にたまたま両親の知り合いがスタッフさんをやっていて「お、これもらってきたぞ」っつっていただきました。さすがにこういうのは手放せずに手元に置いてます。まあね、実はDVD のボックスセットとかそういうのも持ってますし、まああんまり大っぴらに X ファンっていうのは言ってないですけど、もう物心ついた時から好きなバンドなので、まあ、早くアルバムが聴けるといいかなと思っています。